無駄に粘りやがる。でもま、お前はもう限界だろ。お前一人でよくここまで戦ったな。それくらいやれるんなら、さぞかし邪神様も喜んでくれるはずだ。俺は一人じゃない。あ？俺は一人で戦ってるんじゃない。何を言い出すかと思えば、わけ。俺にはもう一人ついてる。俺の背中を押してくれる。あの人が俺の中にいる限り、俺は。負けねえよ。今さら立ち上がってどうするってんだ。てめえの負けはもう決まってるようなもんだぜ。まだ勝負は決まってねえ。決まってんだよバーカ。いくらピーピー吠えようが結局てめえは逃げになるだけだ。俺たちをなめんなよ。影寄せの術。どういうことだ。いつの間にこんな。前もってここに仕掛けを準備してただけのことだ。こいつまさかあの戦いの中で俺をここに誘い込んだってのか。ありえねえ。何者だこいつ。そこの深い穴に起爆符だ。これからどうなるかお前でもわかるだろう。てめえ。人を呪わば穴二つ。お前はてめえだけのうのうとはしゃいでいられると思うな。そいつがてめえの墓穴だ。俺は死なねえ。必ず這いずり出ててめえに復讐してやる。この森は特別な場所でな。俺たち一族だけが立ち入りを許されている。これから俺たち一族がずっとお前を見張っておく。てめえには絶対罰が当たるぜ。大いなる裁きがお前に。そんなもん怖かねえんだよ。俺とお前じゃ信じてるもんが違う。何？俺が信じてんのは火の意志だ。よくやったな、しかも。ああ。俺の火の意志、お前に託したぞ。じゃあな。